誰かのしょっぱいお悩みも変えてみせましょう。美味しい魚、あなたも一杯いかがですか。始まりました、駆け込みスナック匿名希望。改めまして、本日のお客様はアメリカ生まれアメリカ育ち、日本には1974年に設立されました31という名前でおなじみですが、31種類のアイスクリームが常にお店にあるとは限らない、季節のフレーバーでおなじみの、バスキンロビンス31アイスクリームさんです。本日はどうぞよろしくお願いいたします。本日はですね、黒柳まめこの部屋に、お越しいただきまして誠にありがとうございます。ちょっと頭のボリュームがないので、ちょっと帽子でですね、ちょっとボリューム感を出させていただきました。バーシ君は31アイスクリームさんと一緒に、お届けしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。今日はママ発信企画というか、まあ、私が提唱している必ず初対面の人に聞く質問があって、31アイスクリームでダブル選ぶなら何味と何味をこうダブルにしますかっていうのを必ず聞いてるんです。あ、この人こっち系のタイプの人なんだ。血液型でもあるじゃないですか。 A 型って几帳面とか、例えばサソリ座ってこういうタイプだよねとかってあると思うんですけど、僕はそれを31で結構こうやりがち。しかもこの2つのダブルっていうので、またさらに自分の中では掛け合わせた時の特徴みたいのを、いろんな人を私はアイスクリームで記憶してるんです。今まで自分を踏みつけていったあいつはあの味を食ってた、今までね一番体の相性良かったあの人は、そういえば一緒に行った時あの味食べてたな、この私の上を通り過ぎていった多くの人たちの味がですね、顔と名前は覚えてなくても、ああの味の人ねっていうので覚えてるんですね。というわけで本日はですね、カウンター仲間の皆さんと一緒に、あんたどんな味好きなんで、そういうあんたってどういう人間なんみたいなことを聞いていきたいなと思って、インスタグラムにですね質問ぶち投げたんですよ。今回は私の独断と偏見、勝手なイメージで、この味を選ぶ人はこういう感じだっていうバツバツ、決めつけていこうと思います。それは当たってるとか当たってないじゃないんです。気づいてるか気づいてないかなんです。わかりますか。ゾルタクスゼイヤ、あなたがまだその本質に気づいていないだけで、いつかきっと気づくことになると思います。聞く人のリテラシー、やっぱり見てる側のリテラシーの問題なんです。私の洞察能力、弾き出した数字が合ってるか合ってないかではないんです。その辺のですねクレームは一切受け付けておりませんので、そこら辺を注意していただいて、あくまでもエンターテインメントとして楽しんでいただければいいんじゃないかなというふうに思います。信じるか信じないかはあなた次第です。今日は一応アイスクリームなので、お酒というよりもちょっとコーヒーにしようと思います。うん、バスキンロビンス31アイスクリームですね。ちょっと CM とか来ないかな。バスキンロビンス31アイスクリーム Coming soon。 4つの味をテイクアウトできるやつを、必ずこの2つをいつも頼んでます。ストロベリーチーズケーキとラムレーズン、僕はもうこの2つなんです。大体必ずどっちかは入れます。こちらはですね、ほうじ茶ブリュレ、わかりますか。絶対美味しくない。ずっと気になっていて、そして食べたことがなかったフレーバー、定番なんですけど、ダイナゴン小豆、こちらは本日はこの4つをですねセレクトしてみましたので、これを食べながら皆さんの送ってくれたインスタのこの質問箱のやつを見ながらですね、あんたこれだねっていうのをバシバシ言っていこうと思います。それでは早速ひっくり返します。ストロベリーチーズケーキ、ちなみにストロベリーチーズケーキを食べる人の性格としてはピュアです。うーん、マジうまい。ピュアでロマンチストなんですけど、ちょっと夢見がちで現実逃避する癖がありますので気をつけてください。明らかになってあなたの感想ですよ。まあもちろんそうですけど実際理論とかロジックじゃなくて夢理想に走りがちです。ストロベリーチーズケーキの人は、もう今さコロナでさ試食できなくなってんの、それ知らなくて、新フレーバーとかさ買わないで、試食で飲み食って、あこういう味ねと思っていつも定番のやつに行くっていう手を僕はよく使ってます。ラムレーズンは
ラムレーズンを好きな人の性格は信頼深いです。一度されて嫌なことは死ぬまで覚えてます。なんだったら孫子の代まで呪ってやるぞっていうですね、結構五寸釘タイプの貞子タイプの人がラムレーズンですね。レーズンの噛み締めた時の奥に残るこのラム酒の香り、それがやっぱり過去の記憶を呼び覚ますっていうので、過去にとらわれがち、未来型というよりどっちかというとインド派ネガティブで過去にとらわれがちっていうところがあるので、すごくこのラムレーズンを好きな人はですね、前向きなポジティブな気持ちになれる。そうですね、ロッキーロードさんなんかと一緒にいると、自分のこのネガティブな気持ちっていうか人を恨んでしまうような気持ちっていうのがポジティブに変わっていけるんじゃないかなというふうに思います。ではですね、どんどんカウンター仲間のやつを読んでいってみますね。幼稚園の頃からチョコミント一択、ダブルでも両方チョコミント、一途で頑固な人間です。今日はね、もうほとんどこの話で終わるんじゃないかっていうぐらいね、もういきなり早くなってきましたよ。チョコミントを食べる人か否かっていう2種類に人類は分けられると言っても過言ではないぐらい語りたいテーマです。チョコミントという食べ物をですね、私は非常に興味深く捉えています。いわゆる真逆の性質ですよね。私ミントも好きです、チョコレートも好きなんです。その2つの強烈な味を一度に口の中に収めたいという願望は全然ないんですね。なんだったらこうチョコ食べた後にミント食べる、もしくはミント食べ終わった後にチョコ食べたいんですよ。カオスの状態で入れてしまいたいっていう、そのマインドの人は確実に AB 型タイプといいますか、二面性を持ってる人だと私は思うんですね。私を振り回してきた人、それは全てチョコミントの人なんです。良くも悪くもです。なのでね、私にとって天敵であり、そして恋に落ちてしまうかもしれない最も危険な存在、それはチョコミントなんです。この方、ダブルで頼んでいいよって言った時に同じフレーバーをダブルで頼むっていう、そのひん曲がった一級さん張りのトンチですかっていう、トンチ答えてますかっていうぐらいのパンチ効いてる、そんなあなたの性格、それはまずチョコミントとかの前にあなたはだいぶひねくれものです。そしてそこにチョコミントが入ってきてる、かなり一筋縄ではいかないですね。頑固っていうふうにこの方言ってるんですけど、頑固な部分と自分でもびっくりするぐらいこの間言ってたことなんてマジでどうでもよくなってるっていうところがチョコミントの人はあるんですね。チョコミント入りますね。こちらにも上が抹茶王はメロンで下がチョコミントかもしれない爆笑、何が面白いんでしょうか。一体どの辺が爆笑だったのか本当に伝えていただきたいんですけれども、この方みたいなこの2つのですね、混ざり合うこのアイスとアイスのこの中間地点の味も相性ありますよね。確実にこの抹茶とチョコミント合わせてしまうっていう、その食べ合わせを一切無視している、そういう方にはですね、非常に真の強さを感じます。周りに流されないその強さっていうのを感じるので、サラリーマンよりも起業家に向けますね。ぜひですね、自分で何か企業を起こしていただきたいと思います。抹茶とチョコミントなので、そうですね、どちらかというと農園関係、お茶っ葉ミントやっぱグリーンにちょっとこう寄っていくような感じで起業していただけるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、いますねこの方。キャラメルリボン×クッキー&クリーム、一途にこれ安定求めがち。キャラメルリボンを選ぶそこのあなた、私の周りにもね、キャラメルリボンタイプちょこちょこいるんですけれども、キャラメルリボンを選ぶそこのあなたはヒロイン型です。結構ね、自分が主人公なんです。しかもどっちかっていうと少年ジャンプの主人公じゃなくてリボン仲良しの主人公なんです。目に星入ってるタイプなんですね。結構これは30、40になっても変わらないんです。常に自分の周りでドタバタコメディが起こって、なんで私っていつもこうなっちゃうの、みたいな、なんかそういうちょっとヒロイン系のタイプの人なんですね。常に可憐、繊細、なんか可愛らしさをどこか持ってるタイプの人です。異性からも出ます。クッキー&クリームと合わせるこの感じ、パステルトーンっていうか、全体的にちょっとサンリオ臭もする、この組み合わせをしているあなたはですね、きっと洋服でいくと、砂入れる系の洋服がお好きなんじゃないでしょうか。がっつりごっつりギャル系っていうよりは、ふんわり系のシフォンの素材だったりとか、透け感のあるとろみ素材の、シャツ生地だったりとかをきっと着ることが多いんじゃないかなっていうふうに思う。その感じで正解です。女子力を高めていきましょう。だからこの方いましたね。レモンシャーベットみたいなやつ。ソルベですかね。オレンジソルベだったりとか、あとレモンのソルベはね、今レギュラーメニューの中には入ってないかな。オレンジソルベにしてもレモンソルベにしても、ソルベを行く人っていうのもまた一つ私の中ではありますね。わりかし IQ が高いっていうイメージがあります。食後にアイスクリーム
初めて食べたりすることがまあ多いと思うんですよ。まあ必ずしもそうではないですけれども、ダブルにした時にどっちか片方をソルベにするっていう人はやっぱりね、後味をしっかり計算してる、これから先起こる未来のことを計算して、自分の口の中に残る後味がきれいさっぱり最終的にプラマイゼロになるように、そのソルベを1個入れとくっていうですね、やっぱりクレバーさを持ち合わせているんですね。あなたはきっとですね、長期的にビジョンをこう見通せるタイプのデイトレーダーよりはどっちかっていうと、あの国債とかを買った方があなたの性格には向いてるんじゃないかなというふうに思います、うん、来ました。上チョコミント、下ポッピングシャワー、自尊心高め、承認欲求強め、愛す代わりに愛してほしい人間。もうね、出てるよ。やっぱりね、僕の中でチョコミントと二大巨頭で、僕が絶対に頼まない、だけど僕を良くも悪くも振り回していく人間っていうのは、やっぱりね、ポッピンシャワーもなんですよ。あのね、ポッピンシャワー、ドンパッチが入っちゃってるから、アイスクリームに。あのドンパッチ分かんない人はググってください。小学校までは許そう、でも中学校、高校、そして大人になってもポッピンシャワーをフレーバーの中に一つ入れられる、そんなね、遊び心があるあなた、やっぱりね、少年の心常に忘れてないですね。そこにチョコミント合わせてしまうっていう、このパンチに対してパンチ、なんかゼブラ柄に対してヒョウ柄みたいな、あの柄、うん柄いっちゃうタイプのこの人は、もう自分のこの自己評価の通りです。自尊心は高い、承認欲求強め、そして常に愛されていたい。もうね、あなたは自分のことをよく分かってる、だからこれを変える必要は一切ないです。あの、あなたに対して私がお伝えできること、それは関西に行ってください。よろしくお願いいたします。東日本では若干浮きます。でもね、関西のね、サーティワンではきっとナンバーワンなんじゃないかなっていうふうに思いますので、ぜひあなたは関西行ってください。アナキチ君、最近ちょこちょこメッセージでもやり取りしますけど、ダイナゴンあずき&ラムレーズン、ダイナゴンあずき、私が本日この買いましたダイナゴンあずき、私はですね、ダイナゴンあずきを非常に気になっていました。あの、ダイナゴンあずきっていう風に即答で答える人はあまり多くはないんですけれども、一定数いるんです、必ず。しかもね、ダイナゴンあずきって答える人はダイナゴンあずき顔ではないんですよ。どっちかっていうとローハーマンっぽい感じの人が急にダイナモンあずきっていうギャップを見せつけてくるっていうパターンがあるんですね。ですので私の中ではダイナモンあずきっていうのはギャップの代名詞なんですよ。どんな魅力があるのか、ちょっと落としちゃった、食べてみますね。私はですね、もっとあずきバー的なものを想像していたんですけれども、あの、私の表現がもう終わってるし、もういい、関係ない、そんなの。もうバスキンロビンスの話してる時にね、15分だって言ってるから。バスキンロビンスのダイナゴン小豆はすごくフレッシュに感じます。あんこの味っていうより本当に小豆の味、軽いです。やっぱね、食べてもなおこのギャップを感じさせてくる。ダイナゴン小豆っていう名前とは、実食するとね、イメージが変わってくるんですよね。一人で何でもやれちゃいそうなタイプなんだけど、実は寂しがりだったりとか、ダイナゴン小豆を選ぶそこのあなたはやっぱりね、ギャップを持ってますね。そのギャップをいい方向にぜひ活かしてください。きっとモテます、あなたも。結構キャラメルリボンとはまた違うタイプのモテ方をする、ちょっとツンデレっぽい感じもしますね。なんならこれもう一周したいんだけど、それぐらい行きたい。あ、来ました、ほうじ茶ブリュレ&ほうじ茶ブリュレ。私もね、本日一番気になったのがこのほうじ茶ブリュレなんですよ。こんなフレーバーあった？もともと初めて食べるんだけど、どういう性格なのか、これちょっと食べてみて判断させていただきますね。実家の畳みたいな匂いがします。では食べさせていただきたいと思います。おお、めっちゃ美味しい。かなりね、ほうじ茶ブリュレぐらいの割合でほうじ茶がかなり強いですね。どっちかっていうと、そのお茶じゃなくてお茶っ葉自体の、あの、かなりほうじてる番茶の香りがすごく強いです。なるほどね。ほうじ茶ブリュレを選ぶ方のあれがもう今降りてきました。もう見えました。こんなん出ましたけど、この方はズバリおじいちゃん子ですよ。
おじいちゃんおばあちゃんに大事にされて育ってきました。お仏壇に必ず、お盆、お彼岸には手を合わすタイプの、信心深い方が多いと思います。この方たちにおすすめするのはやっぱりですね、一度お見合いしてみてください。ご両家の、ご子息ご令嬢 と、いいご縁談が、私の方で見えましたので、2011年、ほうじ茶ブリュレの方たちはですね、ぜひお見合い一度トライしてみてください。あ、かなりほうじてるね。今の後味もかなりほうじられてる。あー、これ来た。ナッツ to you とラブポーション31。譲れないところは譲らない、確固たる意志でも、どうでもいいところは適当。ナッツ to you の方もいらっしゃいましたね。私も31ではないんですけど、イタリアンジェラートのお店とかだと、私はピスタチオのアイスクリームをよく食べるんですけれども、やっぱね、ナッツのアイスクリームめっちゃ美味しいよね。ナッツ to you を選ぶそこのあなたは、やっぱり大豆ファンに一定数いると思います。そうだな、奥手に見えるんだけれど、自分が興味を持ったものには急激な熱烈なパワーを発揮するっていう、そういうタイプが多いです。親だったりとかにもびっくりされるぐらい、あんた急に海外旅行一人で行くみたいな、マインド的にはピースボート系ですね。世界一周99万円で旅に出ちゃう系の、ある日そういう決断をして周囲をびっくりさせることがあります。強い意志を持ってるように見えないんだけれど、内なる闘志があるタイプの人、それが夏というの方なんじゃないかなというふうに思いますね。いいです、いいパーソナリティだと思います。外資系よりは、国内の、大手の企業だったりとか、それから公務員だったりとか、そういうものに向いてる方のような気がしますね、夏というの方。はい、ぜひもしこれからの学生さんでしたら、夏というの方、ぜひですね、公務員試験受けることをお勧めいたします。一つのある種文化人類学的なというか、学問としてもう私は一つ立ち上げていきたいなというふうに思っていますので、全国のですね、私立なんかの、大学の方でですね、一つ講座、大学のですね、事務局の方なんかはぜひ私の方にご一報いただければ、短期集中講座で、2回か3回ほど講義受けさせれば、2単位ぐらい上げてもいいかなというふうに思います。ただ大変はできません。匿名希望とですね、同じくらいライフワークとして、この31アイスクリーム占いっていうのをずっと続けていこうと思ってますので、これからもですね、匿名希望に相談を投げかける場合はですね、お名前は匿名希望で結構です。必ずですね、好きな31のアイスクリームのフレーバーを書いて送ってください。もうこれがですね、共通言語になります。あなたのお悩みにこれからさらにですね、あなたのパーソナリティも踏まえてお答えしていけるんじゃないかなというふうに思います。もう今日はですね、もう一瞬でした、すみません。いつもよりもちょっと長い放送になってしまうかもしれないんですけれども、それはもう仕方ない。だって31の私をそうさせてしまったんです。本日は、お酒も入っていないのに、バスキンロビンスによって私は酔い散らかしてぶりつきまくり上げてしまいました。コロナでなかなかスナックもこうアルコール営業できない日々が続いていますけれども、スナックにおいて大切なのは、もちろんカラオケ、お酒重要ですけれども、それよりも一番大事なのはやっぱり話の上手なママの存在です。お酒が提供できないこのご時世でもですね、いつでもあなたのご来店をお待ちしておりますので、ぜひまた遊びに来ていただければなというふうに思います。本日はバスキン・ロビンスと一緒にお届けしました。またのご来店お待ちしております。ストロベリーチーズケーキとラムレーズンっていう、僕と全く一緒だったそこのあなたは確実に結婚できませんから、呪われてますから。